の市場としてホンダ N 版の魅力に取りつかれたプロレーサー、そしてモータージャーナリストの丸山博史は N 版の実力を徹底検証すべく、競馬界のレジェンド的存在、スバル自社生産時代の3番に挑戦を挑む。バイク積み込み、待ち乗り、行動対決と3戦連続で負けなしの N 版。しかし最終4戦目はサーキット対決、戦いの舞台は袖ヶ浦フォレストレース。ついにサンバーのドライビングプレジャーが火を吹くか。それでは行ってみよう、競馬ファイトレディーゴー。さあ次サーキット来ましたよ。行きますよ丸山さん。最新の車、本領発揮サンバー RR が吠えますよ。とりあえず行ってみるか。行くぜ。バーでサーキット走るっていいな。よし行くぜ。これはいくぜ。いくぜ勝負。負けねえぞ。大丈夫か。レディーゴー。よし、加速かった。でも今2分から怖いな。いい締められねえよ。よし、やべえ。危ない。いいよ、ついた。よっ、いやでもね、このストレートで全然大丈夫、余裕で。あ、でも3分早い、結構。この高速パワーどうしたらいいの。早いな。これ本気でいったら危ねえっていうの。危ねえ。結構早い。結構いい勝負だぞ。よしよしよし、もうストレートでね、全然 OK よ。そしてコーナリング、意外とゆっくり行くよ。ゆっくり行くよ。ゆっくり行っても、また上り坂で俺が勝つ。ああ、やっぱり俺が勝つんで、上り坂。いいか、サンバ曲がった。上り坂、いいぞいいぞ。さあ、どんどん行くよ。どんどん行くよ。俺も意外と食いついてくるけどさ、さすがに俺の方が早い。どうだよ、ほらほら、どうだよ、どうだよ。コーナーは、でもサンバ食いついてる。ドーム感はないよ。あいつドブレスひっくり返っちゃう。作ってんのに。やべやべ、早く食い切りしてる。食い切りしてる。ありえねえし。インデータで回っても俺が勝てるね。インデータで回っても俺が勝てるね。やべー、アンダー出た、アンダー出た。いけるいけるいける。やべー、俺トラクションコントロール切るの忘れてた。やべー、インデー見せてきた、インデー見せてきた、インデー見せてきた。あー、悔しい。大丈夫大丈夫大丈夫、このストレートで OK。 しかし、インデーは行かせねえ。え、どうやってトラコン切る。あ、トラコン切れた、やった。コーナー入るぞ。よーし、コーナーは早いぞ。最後の最終コーナー攻めて行くよ。どっから離れちゃうかな、このストレートで。どうだ、参ったか。やる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 。よしよし、行くで。でも僅差だな。チェッカー。よーし、僅差だね。いいじゃん、サンバ14年もの頑張ったよ。あれ結構いいじゃん。どれがいい。結構いい勝負じゃん。あのコーナーコーナー早い。だってサンバサンバ早い。サンバコーナー早いよね。でも俺もね、だけどね、うん、上りでね離されてでしょ、うん、だからパワーでコーナーゆっくり走ってても勝てるなと思って、コーナーなんとなくブーンって言ったらすげえコーナー早い。やばいよね。コーナー早いけど最後はアンダー。そうだね、最後は。最後ね、2人で若干一生懸命になったら俺もアンダー出した。そうそうそうじゃあバトルしながら、はい、ここはサンバ先行の、うん、俺が最後アウトから行くんで、サンバ先行の後ろでこうやって行く、はい、うん、さあ行くよ。さあ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 。やべ、うろうろしてったマニュアル車に置いてかれる。でもまあセルフ目だけだからな。上りがきつい。さあ三番くん行くよ。俺
面白い。さあ3番の後ろ、あでも3番早い、コーナリング、そうだ、足回りこっちの方がいいと思うんだけどな、なんであのコーナリングが早いんだ。ブレーキングとね、まだ本気になってないやつ、コーナーがいいよ、こういうとこで本気になって、あたしひっくり返っちゃって、ひっくり返っちゃってあれ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 、あんた出して、あんた出してよ、よし、あれなんかトラクションコントロール来ちゃったもんね、もう楽勝ですよ、ここで詰まる、ふれ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 、そこ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 、あんた出してる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 、ちょっと待って、ちょっと待って、俺横に行くんだ、そこ横に行くんだからさ、エルバン立ち上がってくる、エルバン来るか、エルバン来るか、結構頑張ったね、結構ブレーキね、突っ込める、突っ込んだ後どうするのかなっていう感じ、いや俺なんか緩やかにやってるよ、本当？うん、オートまで走ることなかったな、うん、やっぱかっこいい、はい、それができねえ、かっこいい、レディーゴー、おお速い、おーオールショット取られた、速いな、やっぱ俺人によるんじゃないの、速いよ、オートマ分かんねー、よし、気をつけ、気をつけ、気をついた、気をついたー、ここは気をつけ、やべえ、じゃあ何もしてできなかった、今真剣になるべ、マジか、おーおー、あんた、おーおー、手に痛いの、ボーラリンにこれ、やばい、やべえ、喋んなかった今、やべ、死んでたった、そして、登りたてついてきて、どうする、コーナーリングで勝負か、コーナーリングで勝負か、このコーナー早いはず、頼むぞ、頼むぞ、エルバン、おー、やっぱ出るな、エルバン、ハンダー出してる、重い、俺のがいい、重てー、おー、ハンダー出しながらも意外といいペースだ、おー、でも、丸山広志に勝てるか、山広島勝つぞ、さあ、もうこんなコーナーを出すと2枚取れるか、みんな分かるよ、3枚勝ってほしい気もするが、人間的には投げたくない、あー、インクルか、インクルか、すげーブレーキングしてる、あー、やっぱり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 負けない、よっしゃ、話した、続きが、話したもん、コーナーに行かれてよかったけど、ここまで来るかな、失礼しよう、まだ来るか、よし、話した、ジャックアンダー下からもうバッと踏ん張るな、これジャックアンダーだよ、やりそうだ、 N ワゴン余裕、やーって、チキショー、余裕があるぞ、イエーイ、
イエーイ。わかる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 。あのストレートはやっぱりどうにもならないけど、後半はザクアンダー気味だけど、うん、最後踏ん張ってる。踏ん張るよね。うん。うん。N 番は本当にアンダー。すごい。すごいわ。アンダープリが。アンダープリがね。2回ぐらい大アンダー出しちゃったの。うん。で、すごい。それ以上いかないでなんだけど、うん、これなんか、もうちょっといけるかも、もうちょっといけるかもって思っちゃうよ。いやー、なんかわかるような気がする。わかった。だけど、加速されたらもう終わり。全然ダメだ ね。全然ダメだわ。そこだね。ちょっと登ってたりしたらもう全くダメ。うん、でも俺のクラッチスタート。素晴らしかった。素晴らしいんだけど、うん、俺、夢中になって、何も喋れなかった。何も喋れなかった。喋ってねえな。そこが最悪。そこが最悪。ホールショット取られたもんね。うん、早えわ。やっぱね、腕の差だなと思った。悔しい。じゃあ、後ろから行くよ。はい。はい。あー、サンバーかっこいいわ。さあ後ろから追い立てのサッパー走り、N 番か、若干 N 番, N 番の方がアンダーが強いということを分かったので、ストレート速いし、8コーナーのアウトまくりがですね、ちょっと上りの、ね、若干俺が怖いんです。立ち上がりとかがすごい、ね、アウトにはらんでくるんじゃないかという思いをコーナリング、コーナリング、ちょっとこれは、いやでもちょっとそんなに前行ったらね、前行ったらアウトからまぐれねっつーの、上りぐんぐん離れてる、ちょっと行き過ぎ、ちょっと行き過ぎだよ、上りぐんぐん離れてる、そうだよ、くぅくぅ、丸山さんが真剣になりつつ笑ってるさあ、アンダー出すなよ、楽しいぞこれ、アンダー出すなよ、楽しいぞ、ちくしょう、かっこいいな、サンバ N 番、おおおかわいそうだね、あんた出してくんじゃねえかって思って、ギリギリだけど怖くないな、楽しいね、ケイN 番はでも壊れそうなんだけど、サンバー壊れるぞ、遠赤の裏って言ったじゃん、ここだよ、ここダメだ、全然ダメだ、だけどね、このね、しかしコーナーキングの脱出速度でアンダー出ちゃう、よし、立ち上がる、勝てる、勝てねえ、ダメだサンバー、さあサンバー、あー、やっぱりか、いやー、まあ同じだな、面白い、でもコーナリングいい、コーナリングいい、すげえロールしてんだな、これね、うん、やっぱロール感はあるけど、でも踏ん張ってるんだよね、うん、4読だよ、特性が思い切りアンダーにさせて、うん、安全にさせてるだけだよね、多分ね、うん、こっちは頑張ってる頑張ってる、いや見てて分かる、ね、あの頑張れって感じ、うん、いやサンバ頑張ってって感じ、そういう感じなんだね、うん、面白かった、勝ち、俺のが前だったじゃん、勝ちじゃない、でも楽しいでしょ、なんかね分かるような気がする、うん、これです、あのここでタイム測ってもしょうがないんでね、ここで楽しさは確かにサンバあったから、なんとサーキットバトルでは総合評価でサンバーのドライビングプレジャーに軍配が上がった、そこのところも踏まえて次回最終回ではまったりと競馬について語りたいと思います、絵的にはちょっと地味になるけれど最後も絶対見てくれよな、60秒 CM です。さあ今回のですね、この2台のテストに使わせていただいた袖ヶ浦フォレストレースウェイ、はい、こちらは視聴者の皆さんもですね普通に走っていただくことができます、はい、ライセンスを取っていただくんですが、土日祭日祝日に月1回、はい、もしくは月1回平日に1回、うん、月2回はライセンス講習やっております、25,800円でライセンスが年会費込みで取れますので、ね、はい、ぜひライセンスを取ってスポーツ走行走っていただければなと思います、うん、今もね1台ちょっと箱は走ってきてるんですが、ね、うん、でそんなスポーツ走行はだいたいですね、2人4人ともに平日は3,600円、はい、日祭祝日は
4200円かで30分まるまる走れるんですが、うん、これを1日に何本かあるんでね、うん、こちらで練習していただきながら、うちはですね、30分ね、結構練習になるもんね、結構ありますね、うん、うちは最後にですね、何を言いたいかっていうとですね、うん、まるっと4時間耐久っていうのを10月7日に4輪10月14日に2輪の4時間耐久開催してるんでね、練習しながらこの丸太に出ていただきたいんですが、もう一つあるすごいのがこれね、日本で唯一、いや世界で唯一かもしれない、ウィリーのちょっとすごいですね、練習会、ウィリー練習会って多分やってないと思うんだけど、このね、丸太の10月14日2輪の丸太の日にはですね、ウィリーキャンプ、ウィリー練習すれば絶対にできるようになる、絶対に、絶対にって書いてある、そう Yes we can、 絶対になるね、絶対に、 Yes we can、言って Yes we can、ね、はい、というウィリーキャンプをですね10月14日に開催してるんで、見学でもいいし本当に参加してみてもいいですよ、これ本当にできるようになるの、いつかは、いつかはいつかはできるようになる、いつかはね、ただこれ結構リスキーなんだけどね、あ、はい、でも意外と満タンなの、もうね、人気なんだ、意外と人気なの、はい、だって日本で唯一うちしかやってないからね、やってみたいもんね、はい、ぜひですね、袖ヶ浦フォレスレースウェイでこちらも開催してるんでね、見学結構ライセンス取ってスポーツ走行結構、最後にはマルタイに出ていただければと思います、でウィリーもできるようになる、はい、以上60秒CMでした。